そうですね、普通でしょ、それ。これ猫背になってる？いや、猫ってって感じじゃないです。自分で顔覚えておいてね、うん、はい、いいよ、出て仰向け？仰向け、はい。まず、手でいってみようか。背中の丸いのを猫背、猫背の改善方法、はい、で本当は内容器にクリーム塗ります、うん、けど今はちょっとクリーム塗る前に、うん、テープ大事な起死停止、うん、ちょっともういいよ、うん、ここにこう曲げてみて、もっともっと動いて、うん、はい、伸ばしてみて、もっと覚えておいてね、うん、こうやってビフォーアフターした方が分かりやすいかもしれない、うん、ね、手がね、そしてちょっとうまくこう、はい、ちょっと困ったらちょっともう、うん、そしてこうです、いいよ、こんな風に上まで行きますよ、そうそう、うん、こっち曲げてもらう、重いやろ、うん、重い、ちょっと立ってみて、立った時に胸張りやすくなる、なんか後ろに、うん、こう反ってるでしょ、うんうん、楽に反れてる、そうだ、これだけで、それで肩を起こしてから肩も楽でしょ、うん、ちょっと軽い、うん、あ、で、こっちに特に軽くなってる、うん、ちょっと立ってみどう、うん、なんか自然に胸が張る、そう、胸っていうか肩がこうちゃんと、うん、だからよくあの猫背矯正ベルトとか言って、うん、こういうこうよくグッとこういうあるじゃん、この手入れであんなんしたらこの胸郭出口症候群になるんです、うん、ここでグッとしましまうから、うん、ね、でもそんなも見られないです、もうここをきれいに正常にしてやるだけでこれ嫌でもスーッと真っ直ぐになります、本当なんか全然楽に、しかも呼吸も楽になってる、そうそうです、こうなってるのがこうなったからか、でこれで またもう今一年してたら外腹斜筋にして、その外腹斜筋、あ、はい、見て、あおむけ、うん、
者筋はここ腸骨の内側からこの肋骨の後ろ斜めにこうやって、もうなんかピンって立つ感じな、はい、今ここに行ったらそうです。ここからここからここ、あ、ここ、ここからここです。ここ、うん、外腹斜筋、うん、終わりもう全然楽でしょ。楽。そしたらあの猫背の人はどうしたらいいですか、うん、あの矯正ベルトなんかいらない。2箇所正常の下がるだけであの背中がまっすぐになります。肩こりもなくなります。これ先生、テープやるのとやらないのまた違う？あ、そうですよ。もうできたら、やった方ができたらクリームを塗って、そしてなおかつテープ貼ってやれば相乗効果でもっといいです。すごい楽。はい。ありがとうございました。